はい、それではね、ゴーストリコンブレイクポイントの続きをやっていこうと思います。次はこれですね、失踪ということで、マデラを見つける。一応場所はね、この辺にいるんじゃないかっていうのは聞いたんですけど、まあそちらにね、ちょっと向かってみましょうかね。よし、ここですね。まあ民間人に、まずはちょっと情報をもらうところからでしょうかね。ちょっと適当に降りちゃいましょう。この辺でいいか。はい。危ない。早く降りろ。危ない。結構大丈夫だね。変な着地してもね。よし。じゃあちょっと民間人を探してみましょう。うん、人っ気がない。全然人っ気がない。いる？雨降ってるから？全然いい日よ、人。どういう街なんでしょうね、ここ。よし。全然ね、住民がいないっす。うん。敵もそんな多くないけどね。どの辺にいるんやろ。結構大きいもんな。スケル？どうしよっかな。その辺までちょっと行ってみようか。真ん中の方にいるのかな。ちょっとそこを索敵してないやつが一人いる。どこや。ん？ちょっと待って。あのとこ3人いるぞ。こちらか。もう一人誰かいる。あ、住民いた。ケイト初第一村人だけど情報を知ってるタイプではないな。どこに行くんでしょうね。あっち市議官に聞いてみる。どうしたらいいかな。あの家がちょっと怪しいけどね。ここに人がいる、うん、見つかるかこれ。ドローンがいる。あそこが怪しいっちゃ怪しい。一番警備が厳重じゃない。あとちょっとこの裏に一人いるの。これか。見つかる？これ。大丈夫。分からへんな。あそこが怪しいっちゃ怪しいけどね。どっちにいる？どっちにいる？こっちか。危ね。どいつに見つかってんの？これ。スナイパーに見つかってたのか。よし、この隙をついて。で、裏から行こう。あの建物に入ってみよう。このドローン見つかんの？これ大丈夫だよね。あ、この人ちゃう？この人だ。よし。ちょ、教えて。ちょっと驚かないで。奥に行きたい。よし、よし、よし、よし。ポーラ・マデラという科学者を探してる、うん、彼女の居場所に心当たりは？全部言ったよ。ありがとう。よし、よし、よし。感謝する。OK。何？オメガ開発研究。これ前聞いたけどね。で、情報をまず見よう。これでしょ？ここね。オメガ研究。これはどこなん？ここか。ここだね。ちょっと離れたとこなんで、じゃあそっちに向かいましょうか。
また情報とか調べなあかんの。これはどうやって真ん中かな。いそうなのはね、こっから調べ、ここの上からちょっと行こうか。この辺でちょっと降りますわ。てかここ車すごい走ってる。何の音見つかった。降りようか。この音聞かれた。何の音、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 え、なんかある？何の音ってだ。何があんの？これ？うるさいの。これなんなん？ちょっと分かってへんねんけど。必要なもんなんすかね。まあいいわ。とりあえず目的地は、こっちですね。よし。ちょっと厳重な感じなんで、また。通信兵だけね、アプリ出す。ドローンないっすか、ほんま。よし。まあ、大体チェックできたと思うんですけど、通信兵いないね、ここ。まだやりやすいかな。もう潜入する場所は分かったんで、ちょっとずつ、まあ、ちょっと敵減らしてからじゃあ潜入していきましょうか。よし、ちょっと正面にね、回ってきました。多少数は減らせたんだけど、いけるかな。その建物だよね。ドローンがね、結構厄介だね。大丈夫？何これ、うわ、置いて、その、お、全然反応ないな、この研究者。社畜だね。敵がこの辺にいる？そこに一人、こっち上にいるんだな、一人。はい、入り口がね、全然ないんだよな。こっち回ろうか。あ、ドローンがいた。危ない。ちょっと入らして。よし。進む。侵入口がなかなか。見つけにくいぞ。近いか。いける？よし。ここにいる？一人一滴。どこや？すぐ近くにいるな。はあ、びっくりした。びっくりした。いる？なんか動いてるけど。どの建物？これですか？この建物だね。よし。入れた。で、上だね。どの階？もう一個上か。そこに、外にいるのは飛んでるドローン。見つかるんちゃうか、これ、会話してるときまた。この。あれが100階。開いたね。よしよし。もうちょっとこっち来ませんか？そんなガラス割りのとこにいないで。話しかけも。話す。誰？あなた。うん、ノマドよ。ウォーカーのためにドローンを作ってたのね。私は抗議活動に参加して拘束されたの。それで働かされていた。うん、戦闘マシンなんて作りたくもないのに。あなたに何が起きたのかみんな不思議がってる。行きましょう。うん、うかうかしないで。そうだね。なぜ私の場所が。大五郎に聞いた。アウトキャストは滅んだとストーンは言ってた。全員じゃない。ストーンについて知ってることは知る由もない。
コールウォーカーとは窮地の中のようだけど、うん、それは表向きで実は敵同士に思えるわ。ええ、わかる気がする。とりあえず一緒に逃げる感じですかね。うん、またムービーですか。どっちがマシだったなら、このクソ寒い地獄とあのボリビアのジメジメした暑さ。ボリビアにもいたんですか。ボリビアね、間違いなく。ところでよ、レッドチームで一緒だったストーンが、会社を作った、うん、メキシコで傭兵業をやってる。やつが言うには天気も女も最高だそうだ。レッドチーム？報復チーム、極秘部隊だ。極秘部隊は私たちじゃなかったの？俺とストーンがいた別の極秘部隊だ。おい、ん？目標3、建物から出てきた、12時方向。ええ。325メートル。了解、325。中心に捉え、撃て。ターゲットダウン。傭兵業ってどうなんだろう。どうなんだろう。娘の学費を考えると気も変わるぞ。ふん、ウォーカー、運の悪い奴がまだ動いてる。お、不幸は仲間を呼ぶ、うん、入り口のバカが手を貸そうとしてるぞ。中心に捉え、ターゲットダウン。まあメキシコはよくわからん。俺とストーンは最後まで馬が合わなかった。屁をこいたりしてねえよな。どういうこと？これ昼？こんなところに隠れるんですね。状況は？ああ、静かだ。面白くなったら起こしてくれ。少し前にストーンのことを聞いた、うん、まさかあなたはウォーカーの部下？ウルブズの一員なの？違う。まずはここを出ましょう。おしゃべりは後で。この工場を止めない限り離れないわ。どういうこと？ドローンなしでも恐ろしいもの。うん。え、工場をここから離れよう。離れよう。早く行きましょう。話は安全な場所について。まずはね、まずはそうだよね。ここを離れれば二度と入れなくなる。やるなら今しかない。どういうこと？準備はできてる。エナジーセルが敵の手に渡った時に備えてセルに過負荷をかけられるジャッカーを作った。装置を挿してある程度離れれば爆発するようになってる。うん。え、なんかミッションがあるの？なんかやらないかのか。バッテリーに爆薬をしない。マジか。せっかくこっそり忍び込めたのに。どこなんやろ。3箇所あるね。真下？上？え？それ？これは何？破壊工作。まずこれね。これは自分でやってよって感じだよね。あと2箇所やってくればいいんですか？はい。やってきますよ。敵多いんですけど、ここ。研究員普通にいるんだけど、爆破しちゃっていいんですかね、これ。ちょっとかわいそうな気するけど。ね、普通に働いてんのにね。
ってる。むっちゃいるやん。これは見つかるんちゃうか、さすがに。あの建物かな。来てる来てる。むずいな。今のうちにちょっとこっちから行ってしまう。危ねえ。入れ。よし。ちょっと待て。後ろにいた。大丈夫ちゃう？でも逃げるぞ。危ないし。ああ、見つかったな。ここか。よし。あ、今できひん？あ、大丈夫。できた。よし。とりあえず、3つはセットした。敵が来てる。よし。で、戻んの？ちょっと離れようか。よし。あぶねー。走るよ。もう、ドローンも来てる。よし、この建物ね。よし、入ろう。よしよし。で、3階は一直線だから、そこの方が戦いやすいでしょ。ドローン来い、さっき。2体来てんの。あぶねえ。危ねえ。OK、危ない。来たけど、あとこれでまあちょっと落ち着いたら話しかけられますね。よし、もう話しかけられるんちゃう？はい。準備完了、行くわ。はい。そんな。あ、来ちゃった。あー、めんどくさいな、またこれ。ドローン。フライキャッチャーよ。どうすればいいんですか？撃たれる？撃たれた？いや、普通にハンドガンでなんで応援するんですね。早く行って。よし、行け行け。さあ行って、早く。よしよし。どっからこっちが操作するの？行って。いや、もっといい武器持ってるでしょ。隠れんのね。オーケー。どうするんですか。もうちょっと撃退しないとあかんのかな。何を感知してるんだろうね、ドローンってね。視認してるだけなのかな。あー、撃たれる。危ない。飛びかかれって。飛びかかれ。おお、さすが。で、うわ、また来た。何体いるんや。いってえ、勝つがなかのじゃこれ。心配しないで、なんとかなる。ねえ、聞いてちょうだい。できるだけ早くあんたを手当てしたい。サウスケープ基地へ。協力者がいるわ。近くですか。どうすんの？マデラを連れて爆発エリアを。担がなあかんの？めんどいな、俺。ヘリとかないやん。でもここさ、乗り物、ちょっと待って、ヘリどっちにあったっけ。ここだね、ヘリ見えてるか。
左上の方、うん、そっちに行こうか。ドローンに見つかってたのは、あ、見つかってる警戒されてる。ちょっと早く行きたいんやけど遅い。ちょっと待て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 、来るんかいな。ちょっと待て待てそれを先、それを、あ、危ない危ない。ちょっと待って、これはあかんくっそよし、あ、敵が来た。ちょっと待って、ここで下ろすか。急に湧くんだもんね。来た、下にいるんちゃう。おー、危ねえ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 。まだいるな、まだいるな、来るな。下からか、どうした。よし、いなくなったね。じゃ今のうちにちょっと連れていこう。よし、よしよし、ヘリまで行けたらいいんだけど。こっちにヘリあるよね。早く、もう一回ぐらい襲撃されるんちゃう。大丈夫か、あんだけだったのか一応範囲外には、あ、出れましたね。サウスケープ基地っていうのはこれ乗せられんの、思ったけど。乗せるって出るね。え、乗せる、よし、 OKOKOK、 いいよ。で、あ、引き上げんのね。すごい大変やね、作業としてよし、で、もう飛び立ちましょう。よしよし、これだけだったんだ。で、サウスケープ基地。おお、来た、爆破したもう見えへんかった。うん、押さえておいて。ねえ、しっかりして。まだあれか、連れて行くまでの時間なんだね、これね。さっき戦ったあのドローン、あなたの設計なの、うん、一部はね。フライキャッチャーはドローンを改装してる。自分のドローンを軸にアマチュアエンジニアにタービンを換装したり、プログラムの挙動を調整したり、うん、厄介な敵だね。フライキャッチャーですか。危険なお得意、何ヶ月も私の監視を務めていた彼、ウォーカー率いるウルブズのアルファウォーカーに、どういう人間か想像できない。いや、想像できない。しっかりして、ボーラ。分からん。気を確かに。フライキャッチャーの何が危険なの？やつはどういう男？もうちょっと低く飛ぼうか。エンジニアが姿を消したとき、フライキャッチャーが誘拐したという噂があった。うん。目的は分からないけど、ウォレスがしていた仕事を考えるといいこととは思えない。フライキャッチャーは私の追うべき相手のようね。何それ。お願い、彼の私に対する感情も傷つけてくれ。シャレた罵倒でも考えておくわ。なんでその急に。さっきの研究開発ラボにいたの。いいえ、彼女が行方不明になったのはグランビュー邸にいた時だった。え、ウォレス。え、気を確かに。もう少しよ。もう少しだね。しっかりして。よし、どこ？あそこ、こんなとこに町があるんだ。勢力のリーダー、あそこ泊まれそうだね。よし、来ましたよ。はい、襲撃じゃないって、襲撃じゃないってえ、連れていくの？どうやって連れていくの？確保、こうか。もう気失ってんのね。よし、あそこだね。
ハルヒ。あ、一応背負いながらでもハンドガン撃てんの？持ってんね。一応いけるんだ。狙っちゃった。てか怯えてますけど、敵じゃないんで皆さん。うん、すごいね。ほら。うん。ねえ、手当てをお願い。医者がいると聞いたわ。ポーラ。医務室。この人も伊藤だ。大丈夫。大丈夫よ。あんたたちがアウトキャストね。アウトキャスト。自称してはいないけどね。暴走族みたいだし。ああ、そうね。テロリストっぽい名前が良かったの？テロリストですって？なわけない。でしょうね。いつだって革命家、活動家、そして自由の闘士。あなた一体誰なの？ノマド、仲間を探しに来たの。あなた例のヘリに乗ってたわね。そうよ。何人か助けようとしたけど、死人しか見つからなかった。なぜ私たちを助ける？こっちも味方が欲しいの。ならず者みたいな見た目でもね。今世界は危機に陥っている。私はハルヒーと、元スケルテックのエンジニアで、当時は喜んで働いてたけど、仲間がスケルテックの秘密を知ったの。デウス計画よ。初耳ね。トランスヒューマニズムよ。島の一部の科学者はテクノロジーの力で人類を無理やり進化させようとしてる。デウス計画は人知を超えた AI を作り出すのが目的よ。へえ、大したことないわね。何しろ世の中バカばかりだし。自分の人生を AI に委ねたいの？私たちが移住した理由は、ジェイス・スケルが自由主義の楽園を約束したから。でもデウス計画は AI による支配よ。それで立ち上がったと？そういうこと。ポーラ・マデラは友達？トランスヒューマニズムに反対する人は意外といるのよ。ポーラなら医務室よ。連れて行った。 OK。 一般市民を攻撃してるって聞いたわ。マデラと話す。はい。どっち？こっち？これもらっていこうか。うん。どこや？そこか。この音楽は何だろう。みんなまだまだあれだね。なんか警戒モードになってるね、みんな。ここか。開ける。リンゴ？一応手当てはしてくれたんだね。ドローン製造に手を貸した。これは代償ね。あんたのせいじゃない。ええ、薬を飲むとつい考えてしまう。手を貸してほしいんでしょ。ヒロインみたいにみんなに追われてる。今はジェイスと動いてる。うん、生きてた。ええ、あんたの助けがいる。なぜ助けの気は？すべてジェイスのせいなのよ。ようやく悟ったのよ。
彼も努力してるけど、一人じゃ無理。私は彼の嘘を信じて、こんな果ての島まで来たのに、彼はみんなを騙したの。裏切ったのよ。悪いけど、ジェイス・スケルを信用するなんて愚かなことよ。どうするんでしょうね。今はセンティネルと組んでないわ。でも前は違うわ。デウス計画もそう。マテラを救う。オッケー。彼はエリホン、スケルと話す。ドローンが一般市民を攻撃してるって聞いた。帰るんか。よし、また帰ってきました。なんか変な動きするよね、いつもね。スケルね。よし。これだね。いや、ポーラは見つかった？ええ、来なかったけど。少し嫌われてる。やれやれ、先に行ってよ。済んだ話かと。アウローがこんな状況だし、来てくれるとばかり。あんたの名を出した途端だんまりよ。デウス計画って？デウス計画は問題じゃない。彼女とは意見が合わないんだ。また会えて光栄です。こちらこそ。ウォーカー中佐、ポーラマデラです。ポールと呼んでほしい。ポーラは一番優秀なエンジニアです。なんと、あの設計図を見ました。優秀じゃ過小評価ですよ。中佐の経歴はほぼ黒塗りばかりでした。実地試験はまだですか？まだ数ヶ月かかります。すごいね。いろんなドローンがある。聞きたいのですが、例のディープラーニング AI でドローンを制御する研究、どうなってます？ごめんなさい。ディープラーニング AI を。何？具体的にはデータマイニングとターゲットの識別。それは検討中です。いや、まさか世界トップクラスのコンピューター科学者に一種のスパコンを作らせればいい。すごいね。あれか後ろにあるやつか。検討段階なのですか？マドックスのことだ。デウス計画の話だわ。いいですか？超強力なコンピューターを使い分析する。テロを予測しドローンで排除する。超人工知能を作り上げて、そして最初にやりたいことが人殺しですか？まさか。自由な世界の安全を守りたいのです。あなたならお分かりになる。なら誰が自由な世界をデウス計画から守るんです？どうして？関わりたくもないわ。待って。ポーラ。ジェイスさん、本当に優秀なら理解しますよ。あんたウォーカーと仲が良かったんでしょ？みんな同じだ。ノマド、ポーラがいないと彼女の知識がいる。あんたはいいけど、問題はあんたの判断よ。しょうがないんだ。
彼女を説得しよう。お、動くの。二つ。まずは爆破事件の証拠がいる。うん。犯人は誰？アウトキャストだろうね。ポーラに見せるべき証拠は爆発装置だ。次に、うん、ポーラの夫を探せ。夫がいるとは聞いてなかった。アウロア病院にいる。ノマド、君には悪いが、どうしても必要なことだ。うん？そうね。助けは欲しい。あ、これで失踪は完了ですね。でもまだちょっとマデラに関するミッションは続いていきそうな感じだね。あ、来た、フライキャッチャー、あのドローン使ってた人。あとはこれかな。こっちをやった方が良さそうだね。意図せぬ虐殺、2つ、あ、これもか、冷ややかな心、この2つをちょっとやる感じですかね。うん、はい。そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。お、次回ね、またこの続きからやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。